有給潜水艦、公式には、戦時緊急計画1940及び1941年、単船体型は、第二次世界大戦直前から戦中にかけて49隻が建造されたイギリス海軍の小型潜水艦。一番艦アンダインの名にちなんで、アンダイン級とも呼ばれる。排水量約630トンのこれらの小型潜水艦は、当初、 非武装の練習潜水艦として老朽化しつつあった H 級潜水艦を代替し、対潜水艦船訓練において標的役を務めることを意図したものであった。最初の三隻、すなわちアンダイン、ユニティ、アーシュラは1936年に発注され、建造中の改正で艦首に内装式魚雷発射艦4門及び外装式魚雷発射艦2門を装備することになった。 アンダイン及びユニティを除く全艦は3インチ法1問を装備したが、砲手用のハッチがなかったため、砲手は司令塔のメインハッチから出入りしなければならなかった。戦争が迫るにつれ、12隻がさらに発注されたが、外装式発射艦を備えるのはユニーク、アップホルダー、アップライト、アットモストの4隻のみとされ、後に建造された艦には、 外装式発射艦は省略された。外装式発射艦は大きな艦視波を生じさせ、潜望強深度での深度維持を困難にしたためである。魚雷発射艦を備えた u 給は、北海や鳥分家地中海のような平水域において有用な戦闘艦であることを示した。第三グループとして、さらに34隻が1940年から1941年に、 かけて発注されこれらは第2グループと同じ設計だったがさらに流線型の船型とするために5フィート艦隊が延長された全49隻のうち2隻を除く全ての艦はビッカースアームストロングで建造された例外はアンパイアおよびウナでこれらはチャタム交渉で建造された有給の機関部はパックスマンのディーゼルエンジンと電気モーターからなり これらにより、水上で11.25ノット、水中で10ノットの速力を発揮した。従来の単品の手製エンジンではなく、市販の既製品のエンジンを搭載するのは、本級の技術的な革新点であり、エンジン含め有給の潜水艦同士で、あらゆる部品が共用可能であった建造された艦のほとんどは、マルタ島を根拠地とする第10潜水船体で任務に就いた。 戦争中に19隻が失われ、そのうち13隻は地中海で、残りは北海及び大西洋で失われた。加えて安定ムドは1943年5月に沈没し、後に引き上げられて再生され、バイタリとして再収益した。1941年からは数隻がソ連や自由フランス海軍、その他の連合国の海軍に移管された。 u 級の設計は対戦後期に v 級潜水艦に発展した。u 級最初の3隻は1937年に浸水し1938年後半に収益した。当初、訓練用潜水艦として設計された u 級だが、その設計は海軍省が設計を拡大し、敵国の海上輸送に一層効果的に脅威を、 与えられるように攻撃能力を改善するのに十分なものであった。しかしながら戦後まで生き延びたのはアーシュラのみであった。悠久、第2グループは12席からなり、第1グループの3席と同一の設計である。しかし、多くは、深度保持能力を改善する改正を受けている。第2グループには、とりわけ著名になった数隻の艦が含まれている。アーキンは、 ポーランド海軍に譲渡され、ソコルとして大きな戦果を挙げた。最も有名なのはアップホルダーで全収益期間にわたってマルコム・ウォンクリン少佐が指揮を取っていた。ウォンクリンは1941年5月25日、厳重に護衛された輸送船団を襲撃し、イタリアの客船コンテロスソを撃沈した功績によりビクトリア十字章を授与された。 地中海における16ヶ月の作戦行動中に、アプホルダーは24回の紹介に出撃し、11万9000トンの数軸国艦船を沈めた。これら艦船の中には、U ボート3隻、駆逐艦1隻、輸送船15隻、さらに巡洋艦及び駆逐艦と思われる艦艇が含まれる。しかしながら、第2グループの艦の喪失は多く、 戦後まで生き延びたのは3隻に過ぎない。第3グループの34隻は3度に分けて発注された。喪失は依然として多かった。1940年6月の決定により、非常に多くの潜水艦が発注されることを見越して、潜水艦を命名する観光は省略され、これらの潜水艦は当初、艦名を与えられる代わりに P31 から P39、 P41 から P49 といったように識別された。1942年の終わりにチャーチルはすべての潜水艦が艦名を与えられるべき旨を個人的に命じたが公式に艦名を与えられる前にすでに8隻がイギリス海軍では失われていた。また数隻は連合国の海軍で任務についており戦後も引き続き各国に留まった。ノルウェー海軍のウーレドは 食来により喪失した。戦争を生き延びた UQ 潜水艦は1950年代にスクラップ処分された。10隻は1940年5月11日、1940年計画の下で発注された。12隻は1940年8月23日、1940年計画の下で発注された。 最後の12隻が発注されたのは1941年7月12日1941年計画の元であった。最終グループの数隻は、艦名が U ではなく V から始まっている。しかしながら、最後の2隻はノルウェー及びフランスへの遺憾の際に訴求的に解明されたものであり、これらの艦名は新しい V 級の潜水艦に割り当て直された。 イギリス海軍でと同様数隻の有給潜水艦は連合国に譲渡された。